いらっしゃいませ、どうも。じゃあお願いしますって。どうもよろしくお願いします。ようこそは。スピードあ、そうですオッケーでーすおやすみおやすみおやすみエルチキじゃないか。エルチキじゃないよ。ハロハロください。ハロハロミニストップね。すいません、ここドンキホーテなんでちょっと。ドンキホーテ。じゃあテロテロテロンが噛み合わなかった。ドンドン。楽しみだな。はい、いらっしゃいませ。いいね、審査員よ、審査員よ、頑張っていただいてね。ちゃんと働いてくださいよ、働いてくださいよ、ちゃんと。ねえ、働いてくださいね。ずっといんじゃん、あそこに。あ、違う、これ、今洗い物やってます。もうだそれっぽいけど。似てたな。どうしんさんかと。あ、そのパイさんがディスビームしてたんですけど。え？殺したんですか？トシさん消えしました。やら。え？お？消えパイ？本当ですか？はい。消えパイ。シリフ？消えパイ。え？セリフですか？私セリフ CO 他から受けてるんですけど、おかしいな、家族合わない。いや、多分あれじゃない？イビルゲッサーもいるからさ。そうそう。多分そのあれじゃないかな。兼ね合いでね。うん。名残？うん。名残一応切った理由だけ伺ってもいいですか。ノリ一番信用できるけどね、そういう理由がね。なんかノリできないじゃん、仕方ないですね。もし見逃していただけるんであれば次もノリを。あ、いや、もうなんかどんどんノリで切ってもらって。いきます。全部いきます。ナイス。はい。こんな声だったっけ。あ、こんな声ですね。こんな声だった。声違う。あれ？あれ？え、声違う？詩人さん？声違う。声違います。誰？誰？風邪ひいた。あ、全然そんなことないですよ。詩人さんなんかキッチンで。聞こえてんじゃん。ほう。ズズズズズズ。ズズ。え？弾けてよね今。これは…なんか、一人で弾けなかった今。これ、なんで死んじゃったんですかこれ。あー、いっぱい死んでる。あー、もう片方で。多分弾けてるね。ミサトロンさん、多分シリフだよね。弾けたから、ロンさん、誰に撃ったと。わかんない。みんな離れてって言ったから、誰に切ったんかわかんない。ん？何をしよう？あ、離れてって言ってたんだ。どういう感じですか？はい。ミサトロンはシリフで死んだんじゃないですか。多分、スナパイさん切りに行くって言ってたんで。本当に、じゃあターゲット俺だったのかな。ただね、全員離れたんだよね。離れてって言ってたから。そう、全員離れてって言うから全員離れたんよね。あ、そうなの。そしたら、誰も近くにいないのにヒュンって消えたから。一人で破裂したから。なんだったんだろう。え、マットシェリフ。え、ってことは、何ですか。もしランちゃんがスナパイさんを切ってんだったら、スナパイさんは真のシェリフ。いや、切ってないと思うんですか。いや、切ってないと思う。切ってないと思う。いや、俺じゃない可能性があります。あ、そういうことか。ターゲットが結構いたから。そうですね。スナペイさんは怪しいんだ。まあ、もしイビルゲッサーとかいるんやったら、僕をシェリフで言ってみたらいいんじゃないですか。そうですね。確かにね。いないね。いらないね。撃て、まあ撃てないわな。まあ怖いよね。まあ何にせよ、シャワールームのちゃんがマットかどうか置いといて、シェリフの死に方した。なるほどでいい。白角はできませんでした。なるほど。そうですね。そうですね。なんでだろうね。スナパイさんが偽物だっていう確固たる確信があるって言ってましたよ。本当に。ああ。まあでも、ただそういうお年頃だっただけの可能性も。お年頃。ん？じゃあ本当にランちゃんセリフだったの。そうだ。キッチンで。で二人話してたよね。ね。話してたよ。何を話してたんだよ。俺とミサトランがシェリフだっていうことだ。スナペンおめえやったな。
やってねえよー、やってねえよこれはおかしいんですね。え、自爆だった？中野内さん動いたようにも見えたけど。いや、俺動いてないですよ。全然動いてない。トッコの手川さんが右だよね。スナパイさんが左だよね。右側の状況わかります？でも同じ場所で死んでるよね、これ。なんかラバーズみたいな死に方してましたよね。俺、わかんないけど、俺普通はっちゃんが重なった時に切れたように見えたから、俺はっちゃん切ってるようには見えてたけど、わかんない。ごめん。まあ。わかんない割には割とくっきり言うな。はっちゃんがそこを横切った瞬間にバチって切れたから、はっちゃんが切ってるなとは分かんないね。例えばシェリフで動いてるはっちゃんを切った可能性もあるし。なるほどね。僕シェリフなんすよ。あ、そうなの？シェリフなの？え、それだとおかしくなってくる。ミサトランがマッドシェリフっていうのがもうほぼほぼ確定してて、じゃあ2人が誰か1キルしてるって話になってるわけやんか。はぁ、おかしいですよ、だから。え、ハッちゃん？え？次エンジン来て。なんで？相棒は。ちょっと話があるの。ああ。これはしょうがない、行くしかない、ハッちゃんも。じゃあ、これも行くしかないよ。音楽の話がある。なんだ？いや、お呼ばれしたよ。すごい言われるんだけど、それ。さっきもなんか詩人さんにちょっと二人だけ話してある。なんで？なんで来て言われてんの、おい。おい、なるほどな、ハチ。なんだこれ。なるほどな、ハチ。嘘ついてねって。嘘ついてねって。どうな？中野ちゃん、どうしました？中野ちゃん、中野ちゃんこっち来て。やったな、おい中野ちゃん、おいこれ絶対やってるだろ。何が？何が？おかしいだろこれ、みんなシェリフだよ。いやいやいや、いいね、それはない、それはない。おい、シェリフ、全員中野っち来て、これシェリフのやつ。おー、許すな、絶対全員。俺が本当のシェリフだ。こういうことか。あらら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 。あらららららら。おい、これどうしたの？みんなやめなさい、やめなさい、みんな。何をしてるみんな。俺何もやってないよ。スマブラにしたのね。俺じゃないよ、チワ。俺じゃない、違うよ、違うからね、チワ、やめて。行くなよ、行くなよ、チワ、行くなよ、チワ、行くなよ。出た、そういうことね。そういうことね。なんか変だと思ったんだよね。そういうことね。なんかおかしいと思った、なんか。すげえこと起きたな。6人5爆で勝てるんかい。